緊急速報、佐々木朗希の右肩に深刻な問題、1ヶ月御沙汰なしで9回騒然、年間ローテ入り目標から一転、キャリア終了の危機、球団 OB が暴露する衝撃の真実、8日、オールスターの監督推薦が発表されたが、やはりロッテの佐々木朗希、22の名前はなかった、ファン投票、選手間投票に続き、3度目の船外。 9日から始まるプラス1投票で選ばれる可能性はあるが、6月13日に右上司のコンディショニング不良で抹消されており、選ばれたとしても出場できるかどうかは不透明だ。その佐々木は、今季の開幕前に年間通してのローテ入りを目標に掲げていたが、疲労蓄積と故障ですでに2度も2軍での再調整を余儀なくされている。しかも今回は、抹消から1ヶ月が経過する中、 報道や sns で音沙汰なしの状況が続いているそのため9回では佐々木に関して様々な意見が飛び交っている重症説というのが一つありますと放送関係者が述べました上司とは肩から指先までを指し肩や肘に不安があることは確かです現在2軍の浦和球場で調整中ですが最初はノースロー状態でまだ2軍での試合に出場していません 注目される選手でありながらしばらく進展が見られないのはリハビリに時間がかかる可能性があるためですと放送関係者が述べました一方チーム周囲ではこうした意見も聞かれますオフシーズンのメジャー挑戦に向けて肩や肘を保護しているのではないか以前から疲労の蓄積を繰り返しておりシーズンは開幕から急速を抑えた投球スタイルで体力を節約してきたが すでに2度も抹消されている4月末には中9日を空けるなど首脳陣は疲労管理に細心の注意を払っていた1ヶ月に1度のペースで疲労を訴えるのは体力に限界がある老期にとっても過酷な状況だ老期は早くメジャーに行きたいと思っているがその前に無理をして故障したくないという強い気持ちがあるようです球団 OB 一刻も早く1軍で登板してくれれば問題は解決するのだが 上の反応じゃあに行く前に無理をしたくないというのが本音ならそれはマリーンズに対して失礼なことではないでしょうかこれまで無理をせずにローテーションに入れてくれた感謝の気持ちはありませんかそれでも満足なパフォーマンスができないままでメジャー挑戦はあまりにも危険な選択だと感じますせめて日本で1年間ローテーションを守り規定投球回を達成してからメジャーを目指すべきだと思います 彼の周囲には電通関係者がいるという報道もありましたがもしそれが事実なら mlb 側も25歳未満で安く契約できる上に日本企業からの大きなスポンサー収入が期待できるということです残念ながら彼の周りにはスポーツの成功よりもビジネスが優先される人々がいるかもしれませんまあそれも一つの人生のあり方ですね重症かどうかは別として 日本の中6すらまともに投げられない選手が mlb の中4なんてとてもじゃないが無理だしマイナー契約で安く抑えることができてもシーズンを通してプレーできない選手をなぜ取るのかという話ですね重傷なら仕方がないけれどそれ以外なら許されないと思いますもし片肘を温存しているのならそれは犯罪的な行為であり許されるべきではありません そのような選手にはメジャーチームからスポンサーもつかず、チームにも利益が出ないため、さまざまな理由で2年後もメジャー契約に至らず、3A との行き来が続くことになるでしょう。衝撃告白、佐々木朗希の真実とは、ヤンキースが日本のモンスター、佐々木朗希を狙う本当の理由とは、MLB での衝撃デビューの舞台裏とは、ロッテ、佐々木朗希、22歳に関連して、 ニューヨークで話題が沸騰しています。ヤンキースのファンサイトピンストライプスネーションが8日（日本時間9日）ヤンキースがスカウトする日本の驚異的な投手佐々木朗希とは何者かという特集を展開しました。前日の7日、同8日、複数の米国メディアがヤンキースが佐々木を獲得する可能性について報じました。直後、同サイトは佐々木隆記はその恐ろしい速球で怪物。 と称され悲劇から立ち直り日本の野球界にセンセーションを巻き起こしたと彼の輝かしい旧暦だけでなく2011年の東日本大震災で被災し父親と祖父母を失い大船渡市に移住したことなども詳細に報じました佐々木朗希の MLB デビュー時期は未だ不透明ですヤンキースが佐々木を獲得する動きを見せていることは投手陣を強化し 日本のののの有力選手を獲得すするとといいうチームの新たな戦略の一環であり最近の動きとしてて注目されていますこの積極的な姿勢について称賛し、日本のセンセーション投手が右腕の負傷にもかかわらず、メジャーリーグの注目を集めている、すでに多くの MLB チームのスカウトが日本に派遣され、佐々木朗希を将来の用として注視していると述べ、彼の獲得を歓迎する声もあります。 ネット上の反応。疲労期とは何者なのか。回答。多くの怪我を抱えています。マウンド上で感情を表に出しやすいです。体力には課題があります。投球は非常に速いです。コントロールはかなり良好です。縦の変化球も優れています。周囲の人間との関係をうまく進める意識が薄いです。こうした記事を掲載することも含めて、足場を固めているのは理解できます。 何しろ、裏には電通の関係者がいますからね。本人も現在、今シーズンの残りをどこまで本気でやるつもりなのか、わからない状況です。それでも、ルールがあり、守らなければならないこともあると思います。そして、そうしたことを許容してしまうと、今後他の球団でも同様の話になった際に、マリーンズが言ったことが悪い前例になってしまうでしょう。 チームやファンのために実績を残してからメジャーリーグに挑戦する。なぜそんな簡単なことができないのか、不思議ですね。ロッテファンですが、もう自由にしていいんじゃないかな、という気持ちです。個人的には昨年オフでも、今年のオフでも問題ないと思います。どうせシーズン通して投げないので、チームも彼の離脱を見越していると思います。むしろ山本由伸のように、年間を通して相手のエースと対戦し、 勝ち続ける投手になってから移籍するべきだと思いますたった3、4ヶ月しか投げないうちに移籍してもらった方がまだいいと思います何があるのかはわからないけれど私はロッテのファンとして投げる老期を応援したいし好きですが理由もなく投げない老期を無条件で応援する気に離れませんそしてシーズン途中で彼がいなくなるのは毎年の恒例で慣れてしまって何とも思わなくなっています ロッテファンの皆さんおはようございます佐々木選手について正直がっかりしていますユニフォームを買ったことで少し後悔しています子供たちももう佐々木選手には興味がありませんもしメジャーに行くなら行ってもらって構いません大谷選手のおかげでメジャーリーグの試合をよく見るようになりましたが160キロ台を投げる投手はたくさんいますが皆さん体格がいいですよね 佐々木選手のの倍くららいいいい体体格がが必要ででではなななししょうかそうかかそと体が耐えられないかもしれもません長く活躍するためには先発をやめて中継ぎや抑えのポジションが向いているかもしれませんね重症なら仕方ないけれどそれ以外では許されないと考えていますもし温存するのであればそれは犯罪的であり許されるべきではありませんそのような選手にはメジャーリーグでもスポンサーはつかず チームも利益を得ることはできません。そのためさまざまな理由で2年後にもメジャー契約を果たせず 3A リーグでの移動を余儀なくされるでしょう。